どうもどうも皆様コンシャルです。どうもハニーストラップの島村シャロットです。ということで本日も元気よくシャロラジオをやっていきたいと思います。よろしくお願いしますめちゃめちゃゆったりめちゃめちゃゆったり始めておりますが、はい、おはようございます皆様。いかがお過ごしでしょうか。結構いろいろただいまバタバタしておりますが、そうちょっとですね、起きて結構経つんですけどね、10時に起きたんですけどね、はい10時に起きましたよ、シャルは。はい、10時に起きてますので、まあ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 って感じではあるんですけど、寝れました、なんとかなんとかって感じですね。寝たのは何時に寝たんだろう、何時に寝たんだろう、6時過ぎてはいたんですけど、6時以降はちょっと記憶があんまなくてですね、あんまり何時にやってたかは覚えてないんですよね。あ、そう、6時過ぎにツイートしてるね。なんか6時過ぎならツイートしてもいいかなって思っててそう、まあね、何してたかというとですね、昨日1時ぐらい、あ、そう、ちょっと今日雑談する理由としてはちょっとね、配信前の、問題が発覚してですね、今日の羊撮って声も撮ってあとカットするだけっていう、編集するだけだったんですけど、なぜか形式がなんか違うって言われて、どうも間に合わなくて、今日の羊ちょっと今日お休みです。なんでちょっと口頭で説明しますそうなんですよ。でですね、まあなんだろうな、昨日1時過ぎに「シャルクラ」が終わって、でですね、「シャルクラ」の前に一応何ですかね、やってたんですよ。何をやってたかって、「シャルラジ」の設定を、一応 OBS の設定はですね、新しくなって初めてのシャルラジなので、設定をしてたんですけど、あ、間に合ってなくてですね、そう、それで その後やって、そう、いろいろ設定しておりましたね。はい、なるほど、そうなんです、いろいろやっておりました。そうで終わって、でまあね、APEX 今日の2時から新オペが、声ちっちゃい、声ちっちゃい、本当本当に、ちょっと BGM ちっちゃくするわ、どんな、もっと大丈夫、すっごい眠そう以上通り。そう、 APEX がね、新レジェンドが始まりの、ね、ちょっと待って、温まるまでちょっと雑談させて、ちょっと温まるまで、最後の
最後のコーナーまで持たなくなりそうじゃん。うん、でね、エイペックスが始まり、ちょっとね、ちょっとどんな感じかなと思ってやってたらめちゃめちゃ興奮しましてですね、余計寝れなくなってしまいましてね、はい、それプラスね、多分全世界の人が多分エイペックスをしようとやるもんだから、もうパンパンなのがよくわかる。そう、ローはね、なんかね、特攻だけかなって思ったら、特攻以外のサポート系としてもめちゃめちゃ役に立つことが分かって、で、えっと思って、いやめっちゃいいじゃんと思って、でもワットソン浮気できないと思いながらも、でもね、ローバのね、衣装がスキンがめちゃくちゃかっこいいのよ、本当に。もうそれに関しては本当にもうすごかったよ。そうで、なんかね、いろいろね探ってたの、レブナントと相性がなんか組むとしたら、レブナントとローバといいんじゃないみたいな。そう、めっちゃかっこいいんだわ、本当に。でもなんかね、シャルの大好きなワットソン的には、ローバーはちょっと脅威だなと思ってて、ワットソンが引くあのビリビリにね、ローバーのリング投げられたらシュンって入られちゃうから、あ、やばいみたいな、意味があんまないみたいな。そう思うと、なんか内側に打たれにくいところに設置しても多分内側に入ってきて打つだろうなみたいな。そう、そうなんだよ。とか、なんかレブナントのワープを触って、老婆が特攻したらめちゃくちゃ強いんじゃないかとか予想したりとか、そう、いろいろね面白かったですよ。見つけたものとか印つけて、なんか拾ってありがとうっていう時も、なんか他の人だったらありがとうって言うんだけど、レムナントからありがとうっていう時は悪魔に礼はないみたいな感じですごい冷たくてめちゃくちゃ面白かったけどね、本当に。そう、めちゃめちゃレブナント嫌ってるじゃんみたいな、やっぱり。そう、めちゃくちゃ怒ってた。こんにちは、どうも。そうとかね、結構なんか、なんだろう、ラストとかね、やっぱリング投げると高いとこ登れるから結構強い、本当に。そう、めちゃくちゃ設定がちゃんとしてましたね、はい。やばかったよ、めちゃくちゃ。うん、止まってね、やっぱ良くないな、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。いやーね、なんかね、ちょっと昨日から調子が良くないんですよね、シャルちゃんが。勝手に動き出す事件が多発してて。いやでも落ち着いてたから大丈夫かなと思ったんだけど。ちょっと待ってね。ちょっとお待ちを。うわぁ、ちょっと怖いなぁ。勝手にね、ツイートもね、打とうとしたらね、なんかね、勝手に文字がね、タタ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 ってね、打たれてね、ちょっとやばいんだよね、今。シャルちゃんが、結構ただいま暴走中でございまして。そう、今、ちょっと、いや、本当にやばくって、今。
ここに置いとこうかな。ちょっと今日ちょっと固めとくわ。ちょっと怖い申し訳ない、めちゃめちゃ怖いな。怖いね。いやめちゃめちゃ怖い。ちょっと待ってよ、そうなると全部が変わるんだよなこれ全部が変わるんだよね。いやめちゃめちゃ今びっくりした。さっきまで大丈夫だったのにと思ってめっちゃ安心してたんだけど、やっぱダメなのかな。いや持ってないんだけど、いやマジですごいんだよね。で大体輪を打つんだよね、この自我持った自我を持つと。やばい、本当にやばい。検索とか例えばなんだろう、ツイートするための猿の背景の画像を検索するときとか、なんかいきなり広告に飛ばれるんだよね。そう、わ、てん、うん、わ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 、うん、お、みたいな感じで。やばい、猿動いてるのにみんなに動かせてあげられないのがすっごいどうしようって感じ。ちょっと、いやなんかね、そこまで大丈夫かなと思ってたんだけど、すごいんだよね、今。いやーちょっとこれは報告します。失礼いたしました。ちょっとどうしよう、できるのかな今日の夜、怖いな。怖いよね、キャー本当に怖いね。ちょっとどうしよう、ちょっと一旦さっきのはカットするので、一旦非公開させてください、コンシャルです、どうもコンシャルです。まあまあまあ雑談だけ聞いてもらえればってなるとですね、いろいろ、これを喋りながらですね、私はいろいろ準備をただいまさせていただきたいなと思っております。はい、いろいろ準備ができたらなと思っているんですが、いいですかねああ良いですか？すいませんね、なんかここまでなるとは思っておらず。失礼いたしました。ということでですね、本日はちょっと時間の関係上おやつがね、本当なら、ワッフルを今日作ろうと思ってたんですよ。ちょっとね、ワッフルをなんか来週食べれなくなるかなと思ってワッフルをねその場で焼いて写真撮って食べようかなと思ってたんですけど、ちょっとね時間と準備ができておらず失礼いたしました。できておりませんでしたので、続いての方に女子やんけ、女子やもん、うん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 、ということで、なのでまあ親知らず明けにですねやろうと思いますので、待っていただければなと思います。うんです、待ってもらえると嬉しいなと思います。はい
そうなんで、まあ結論から言うと今日のおやつはワッフルだ。みんなワッフルだ。今日みんなワッフルで行こうの。はい、ということで何から行く？今日の日から行きますか。あの内容はねちゃんとできておりますので今日の日からやっていきたいと思っております。はい、ということで、今日の何の日から行きたいと思います。今日の何の日担当のたべちゃんに、呼びたいと思います。それではたべちゃーん。おい、今日は何の日担当の白米食べよくです。あ、今日の何の日かと言いますと今日はこちら、ナイストームデーと言われております。まあ皆様、ナイストームデーとは何かわからないと思いますけども、こちらなんですけども、こちらですね、まあバレンタイン、2月14日のバレンタインデーから88日でですね、別れ話を切り出すのに最適な日、別れ話を切り出していい日という日でございます。あ、メイスでしたね、すいません、メイスです、メイストームです、ナイスって言っちゃった、メイスです。はい、そんな日が、そうでしょ、びっくりでしょ。あの食べちゃうもんね、めちゃめちゃびっくりだったんですけど、あのメイストームデーということで、バレンタインデーの88日が別れ話をしていいということですね。別に恋愛話とは限りませんからね、皆さん、あの別れというものは友達とかもねありますから、まあなんか悩んでる人はいたらねいいかもしれませんね。そうですよ、本当に。まあね、あのバレン、2月14日にバレンタインデー、3月14日にホワイトデー、4月14日にオレンジデー、そして5月なぜか13日に、メイストームデーで、これを乗り切れば6月の12日が恋人の日ということでございます。だから今この今日のメイストームデーを乗り越えれば6月12日の恋人の日までいけるということですね。山場ということです、この山場。そうですね、2月14日に告白し付き合い、3、4、5と聞いて5月13日、今まあ大体恋愛はですね3の倍数に危機が訪れると言われておりますけども、まあ大体よく言われるのが付き合って3ヶ月目が別れが多いという、多いと言われておりますね。まあ食べちゃんの周りもですね、3ヶ月で別れる方も結構魔界で昔いましたけどね。うん、そうだから、まあそういう意味じゃないかなと思いますけどね、5月13日、うん、とか3ヶ月3年とかで、半年も3の倍数ですからね。そう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 、まあ3ヶ月でね、付き合って3ヶ月で、まああの付き合ったことにより、あの見えてなかった場面が見えてくるという言われてますから、それが3回なんか、なんだろうっけ、なんか確か付き合ってなんか本性を表すのに3ヶ月かかると言われてますから、そうそうですよ。
生々しいです。そうですね、うん、でございます。で、ちなみにですね、いろんな方が本日誕生日を迎えてはおりますけども、そうです。でまたですね、まあ、あのメイストームデー以外にも、愛犬の日ともなっております。今日はですね、まあ、なぜその愛犬の日になったかという由来はですね、まだ明確にはなっていないんですけども、はい、結構ですね、愛犬の日ということで制定されてるみたいでございますよ。社長ね、島村社長のなんか魔界のペットですかね、ケルベロス、あのケルベロスは確か正式な血統書がついてるらしいですね。ケロベロスの、ケロベロスの血統書付きのなんか魔界のどっかの大会のチャンピオンと魔界の島村社長の付近の大会のチャンピオンの子供って聞いてましたね。ケルベロスは血統書付きケルベロスでございます。はい、優秀正しきケルベロスでございます。島村社長もそれはすごい自慢に話してましたね。はい、チャンピオン同士のケロベロスでございますので、血統書としては素晴らしいと思い言われてますね。そうです、島村社長は女王なので、女王のペットは強くなくてはいけませんのでね。はい、ケロベロスも強いでございます。はい、そうでございますよ。ということでですね、愛犬の日ということもございまして、島村社長の個人情報も話しまして、まあ個人情報にならないんですけどね。ということで、まあこんだけでもちょっと内容が薄いかなと思いますので、ですね、今回昨日5月12日の日も一つお伝えしようと思います。昨日の5月12日こちらナイチンゲールの日でございました。はい、ナイチンゲールの日でございましたね。2回言ったの忘れ、わかんないけど、そうそう、ナイチンゲールの日ということで、誕生日がナイチンゲール自体が、5月12日が誕生日ということで、ナイチンゲールの日ということで、まあ別名看護の日ということで言われております。はい、まあナイチンゲールは結構有名だと思うんですけども、まあイギリスの物語というか、まあ実在しておりました方でございまして、まあなんかすごい懸命にいろんな治療をしていただいて、まあ感染とかもねある中ね助けに行って、確かあれじゃないかな、あ違うんか、普通にまあお亡くなりになられたのはあるんですけども、結構素晴らしい方だということで、そう、まあ看護師の偉大な方といえばナイチンゲールという方ではないかなと思います。はい、そうそうなんですよね。でまあ何ですかね、ナイチンゲールもそうなんですけど、最近な今ねすごい医療の方が頑張ってくださってるので、まあご紹介したいなと思い、
本日はナイチンゲールの日ということで、説明させていただきました。はい。やばい、喉に何かが突っかかっている。そうですね、以上がナイチンゲールの日でございました。はい、ということで以上、今日はちょっとすぐ忘れちゃう、ナイストームデーの日と、ナイチンゲールの日でございました。勉強になりましたか皆さん、いかがでした？那覇忘れてません？あ、メイストームデーでございました。食べちゃん、よく思い違いが激しいものでね、こういうことになってしまうんですね。はい、食べになりました、よかった。食べちゃんはですね、皆さんのその感想を聞いて、クビにならないかヒヤヒヤしてます、いつも。ということで、社長に変わりたいと思います。島村社長を開始します。はーい、ありがとうございました。ということで、いかがだったでしょうか、今日は何の日ということで、いい形でなったのではないかと思います。はい。そう、タブちゃんもね頑張っていますから、最近はですね、はい、ありがとうございました。そう、ためになってますからね。ということで、早速、今日はございます、今日のハニストございますので、一緒に、見ていきたいと思います。それでは次はですね、今日のハニーストということで、今日のハニースト行ってみよう。それでは関城美子ちゃんに早口言葉に挑戦していただきたいと思います。本日関城美子ちゃんに言っていただく早口言葉はこちら、肩かたかったからでございます。こちら文字見ても大丈夫でございます。同じ言葉を3回言っていただきます。一発勝負でございます。それではお願いします。いきまーす。肩からだったから肩からだらき、肩からがたから肩からだらき、肩からがたから肩からだき。はい、ということで、みこちゃんの早口言葉でございました、今週は。言えてなかった気がするんだけど、なんかすごい拍手がね、もともとついてきてたんですよ。あの、みこちゃんから、早口言葉してねって送っても来てもらった時には、すでに拍手が強制的についてたんですね。はい。そう、目のもう拍手付きで来てたので、なんか強制的にいけたってことでいいのかなと思いながら、はい、修正されてたのでびっくりしました、逆におっと思って、そう、拍手付きで来ましたね。びっくりした、本当に。そう、まあまあみこちゃんらしいということで、はい、先週ねできなかったので、今週ね早口言葉、先週すでにみこちゃんに伝え撮ってほしいってことを伝えてたので、はい、いけると思います。で、多分来週は多分できないと思いますので、再来週かな、ラジオはになると思いますね。はい。
そうということでございます。はい、次回の担当はですね、まあ流れ的にはまあ皆さんが予想できると思います。はい、皆さんが予想できる方かなと。あ、名指しはないかな。まあ一応ですね、先週からのお願いはしてるので多分大丈夫だと思いますが、シャル自体が遅くなるのでわからないんですけどね。はい、名指しではございません。はい、ということで、続いてまあ最後ですかね。まあこの時間なら1時まで間に合うんじゃないかなと思うんですけども、まああの方次第っていうのはすごくあるので、まあどうなのかなっていうのはあるんですけども、ちょっと不安な部分は結構あるかなっていうのはありますね。はい、まあ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 、呼んでみますか。怖いですが、それでは呼んでいきたいと思います。お電気コーナーのお電気お姉さん、はーい、おいしい。あ、これ社長今日のおやつで紹介すればよかったかも。おいしい。ピンク。黄色。うん、柑橘系。何食べてるか、ポイフルポイフル食べてる。おいしいよ。食べる、ポイフル。あ、ハート出た、ラッキー。ハート出た。ちょっと水飲むわ。ハートメイトありがとう。でもさ、一つ聞くとさ、ポイフルって一日1個じゃなかったらさ、絶対出るよね、ハート夢壊したらごめんなさいなんだけどさ、ポイフルって一日何個も何十個も食べればそりゃ出るよね、ハート一箱に必ず1個入ってると思うよ。いないの？あると思うけどな。入ってない時もあるの？お姉さんいつも入ってるよ。1箱に1個。ほんと？結構入ってるよこれ。悪魔だから？でもそんないっぺんに食べないじゃん。でも30分に1個食べても48個食べれるやべ、喉鳴っちゃった。うん、的な感じ。今日いる？天気予報お姉さんポイフル食べてるけどいる？みんな。あ、マスカット。
いる。よし、じゃあ動かすか。もうずっとこれだからな、固まってるからな。じゃあ動かすわ。よし、じゃあ行くぞ。今日もみんなやるぞ。ということで、本日2020年5月13日の天気をお知らせしていきたいと思います。はい、ということで、もうすごい、那覇から行きます。那覇曇りのち晴れです。こちら曇りのち晴れでございます。最高気温28度、最低気温23度、降水確率 0% ということで、最高気温が28度ということで、だいぶ暑いです。本当に。だからもう多分、まあほとんどの方は衣替えをしてるのではないかなと思いますが、めちゃくちゃ暑いと思います。はい。でですね、そんな那覇よりも最高気温が高いところが一箇所ございます。こちら選ばれたのは東京です。はい、東京最高気温29度、最低気温18度、降水確率 10% ということで、もう30度が目前でございます。最高気温暑いです。暑くて暑くて暑いでございます。東京の方々、赤羽も暑いんでね。はい、めちゃくちゃ暑いので、まあ紫外線とかねには気をつけた方がいいかなって思います。あの紫外線はね、シミとかそばかすにもなりやすいので、まあ結構重要かなという形でございます。はい。でですね、星マーク、こちら曇りでございます。降水、最高気温15度、最低気温9度、降水確率 40% ということで、まあ雨は降らないとは思うんですけども、曇りということで、まあ晴れがない時点で洗濯物がめちゃくちゃ乾くかというと、乾くかわからないという形でございます。はい。そしてですね、札幌がですね、こちらが晴れのち雨でございます。唯一雨のマークがついてるのが札幌でございます。最高気温20度、最低気温13度、降水確率 50% ということで、唯一、雨のマークがついているにもかかわらず 50% ということで、まあ日本全国的に、まあ雨は降りにくいという形にはなっているんですけども、まあ、50% ということなので、まあどうなんですかね。ちょっと現場の執事さん呼びましょうか。現場の執事さん呼びますかね。では現場の執事さん、どんなですかね、現場の人さん。あんまり降ってないんですか。あ、晴れてるの。曇ってるんだ。あ、じゃあやっぱ 50% って言ってもいいし。あなたは赤羽に帰ってきなさい、メアリー。なんで北海道にいるの、あなた。僕の心も晴れてメアリー、北海道に行くんじゃない、赤羽に帰ってきなさい。本当に帰ってこなくなってしまいますね、あの方。ちょっと危ないですね。まあね、5月に入っておりますので、明太子パスタ食べる。まあね、5月に入りましたので、まあそろそろね、5月病っていうのも始まるのではないかなと思うんですけども、まあシャル個人的には、一番最後にミヤリさんにですね、5月病に関しては気をつけていただきたいなっていう気持ちですね。あ、お姉さん的にはね、
お姉さん的には一番西園寺みやりさんが心配でございますね。1年前ね、五月病かかったかもみたいな話をしてたので気をつけていただきたいと思います。じゃあメンタルをですね、まあ多分なんだかんだ言って情緒不安定っぽいのシャルとミヤリちゃんなので、二人で協力し合って五月病を乗り切りたいと思いますね。はい。初見さんどうも、こんにちはです。あ、枠ガチャに勝ったの、え、すごいじゃん。何の枠ガチャか知らないけど、はい、二人で頑張っていきたいと思います。はい、続いて続きいきたいと思います。もう簡単、残りは全部晴れ、晴れでございます。残りは全部晴れです。細かく見ていきたいと思います。金沢最高確率、最高気温21度、最低気温17度、降水確率 10%。 そして仙台最高気温24度、最低気温15度、降水確率 0%。 そして新潟が、あ、ごめん、曇りのち晴れだ、まあいいや。最高気温22度、最低気温16度、降水確率 20%。 そして広島が最高気温25度、最低気温17度、降水確率 0%。 福岡が最高気温22度、最低気温17度、降水確率 0%。 鹿児島県が、最高気温27度、最低気温16度、降水確率 0%。 そして高知が晴れで最高気温27度、最低気温16度、降水確率 0%。 大阪が最高気温26度、最低気温19度、降水確率 0%。 そして名古屋が最高気温25度、最低気温17度、降水確率 0% ということになっております。で、一応ですね、星印以外は全部最高気温20度を超えております。で、本州においては金沢が21度ぐらいで、と福岡が新潟福岡が22度で、仙台が24度で、それ以外は全部25度を超えてます、最高気温なので。結構こう暑い、で関東に関しては真夏日が始まると思いますので、まあそこら辺は結構まあバタバタするのではないかなと思っております。めちゃめちゃ暑い、そうなので、まあね、水分補給とかもね、しっかりしてやっていただきたいと思います。はい、そしてこちら、花粉情報に移りたいと思います。はい、ということで、こちら、北海道がですね、爆臭警報が出てます。早速、先々週といいですね、北海道、花粉が強くなっておりますので、爆臭警報が出ておりますので、北海道の方は花粉にお気をつけていただければなと思います。そして、分かりやすい、その他全部むずむずくんでございます。こちら花粉情報めちゃくちゃ用意したけど、よかったってね、むずむずくんでございます。それ以外なんで、北海道 VS むずむずくん46、都府県46、都府県でございます。1対46、爆瞬かむずむずくんか、まあいい試合かなと思っております。はい、そうでございます。まあね、まあさ、この間ね、
本州がですね花粉が多い時にはあの北海道一切なかったので、まあ、そういう部分ではちょっと違うのかなと思いますね。はい、そうやね、そうです。爆春警報が出ておりますので皆様お気をつけていただければなと思います。はい、そう、気候がねもともと違いますから、まあその部分もね含めてちょっと遅れてきた花粉かなっていう形はございますね。はいでございます。はい、気をつけてください。ということでポイフルの時間です。食べます、いただきます。うまい、おいしい。今はお姉さんがポイフルをたしなむ時間。みんな今日何食べるのお昼みんな何食べるのお昼。もう食べた？もう12時過ぎたから食べた？うん、あ、衝撃。お姉さん昨日食べたな、ラーメン、野菜炒め、明太マヨネーズ、パン、パン、ランチパック、おしゃれ、バーニャカウダ、バーニャカウダ、かっこいい言葉にしてるよね。うん、ハーフ弁当、何と何のハーフなの？北海道チーズ蒸しケーキ、あー、あれ美味しいよね。姉さん結構好き。うん、ポイフル今買ってきたの？バーニャカウダ。シュクメルリ、何それ？シリアルとプロテイン。シリアルコードしか分かんない。シリアルってなんだっけ？シリアルコードが出てきちゃう。クッキーなんか食べて、クッキー以外なんか食べて、うん、なんだっけ、あ、ケロック、あー聞いたことある、あー牛乳注ぐやつね、あ、コーンフレークか、はぁ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 、あのおしゃれになったやつだよね、シリアル。じゃあ、あれなんだっけ、グルコサミンみたいなのなんだっけ、あれなんかおしゃれなやつ。コーンフレークはお姉さんも好きだから食べるんだけどさ、あ、グラノーラ、そう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 、グラノーラ、そう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 グラノーラだ、そう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 、いいね。やっぱあれだね、やっぱみんな島村社長についてってるだけあって察しがいいねあのお姉さんがたとえ伝えたい言葉を察知してちゃんと処理して理解してくる、早いね。やっぱ島村社長のリスナーさんだけあるね、みんな本当にね、みんな、そうそうそう、あのやりやすい、お姉さんも、うん、お姉さんすごいやりやすい、あのみんながそこまで察しがいいと、うん、だってあれだよ、多分そこら辺歩いてる人と喋ってたら多分会話通じないけど、みんなと喋ると通じてるもん、うん、何言ってんのかなっていう反応される時結構お姉さん多いけど、あのみんなの場合みんながあの反応してくれるからすごいやりやすい、お姉さん、うん、全部さしてくれる、本当に。
そう。自覚、なんか理解されてないなっていうのはなんとなく伝わっちゃうよね。あの空気で伝わる。あー、この人何言ってるんだろみたいな。でもお姉さんからするとやっぱ島村社長のリスナーさんと喋ってるから、なんて言うんだろう、逆になんで理解してくれないんだろうっていう気持ちが強いんだけどね、なぜか。そう、なんでかなっていうのはあるかもしれない。難しいよね。やっぱあれだね、リスナーさんに慣れすぎたのかもしれないね、お姉さんが。理解してくれるのが当たり前と思っちゃってるかもしれない。ちょっと勉強しなきゃいけない。なんかでもね、出てこないんだよね、なかなか語彙がね、本当に。なかなかね、出てこないんだから、仕方ないっちゃ仕方ないと思ってるからね。知らないかなっていうのはあると思いますね。はい、お勉強会しない。はい、ということで、以上、お天気コーナーのお天気お姉さんでした。島村社長にお返しまーす。はーい、ということで、ちゃんと時間以内に返してくれたのでよかったかなと思います。はい、何どうした、逃げたの？お姉さんが逃げてか、あ、それで今日早かったの、返してきたのが。お仕事行ってらっしゃい。そう、珍しくなんかちゃんと早いなと思ったんだけど。はい、勉強から逃げる。あ、なるほどね、それは大変かも。ポイフルがない？ほんとだ、あと何粒しかないんだろう。あと2、4、6、8、12粒しかないわ。これ食べられたな、これ絶対5粒以上食べられて、10粒ぐらい食べてるんじゃないか説あるよ。ちゃっかりね、黄色だけないんだよね、レモンだけない。めちゃめちゃ減っちゃった。めっちゃ食べられちゃった、その前に。すごいもぐもぐして、そんなに？やば。ということでですね、まあこの後一応ですね、お電話して確認を取るんですけど、まあ一応連絡がないので多分親知らずは抜くことになると思うので、念のためお知らせしておきます。明日の23、今日の22時はメンバー限定配信を行います。なのでメンバーシップに登録してる方のみが見れる、配信となっております。でまあ前回のことながらまったりして、最後は前回と同じように締めて終わりたいなと思っております。で明日の23日の配信、シャルクラでの配信をしまして、あとにちょっとですね、当分の間、配信を何日間かお休みさせていただきます。で一応ツイッターはですね、今週日曜日まで行いまして、その後月曜日からはですね、ちょっと当分の間、体調の方を整えて全体的にですね、なんで木曜日の23時をがまあある意味ちょっと当分間が空く最後っていう言い方はおかしいな、当分休みが空く前の配信なので、それから先はちょっと久々になってしまうのかなと思います。はい、なので
多分すると思うんだけどね。これで、ね、電話してすいません親知らず年金していいですかって言われたらもうちょっとそれ恥ずかしいしかないんですけど、多分大丈夫だと思うのでそうなんでね、その分ちょっと弱音を今日の夜入っとこうかなとか思いまして、でですね、多分土日までは反応ができて、月曜日以降はですね反応はできないけど、もしく多分見てます、多分わかんない、本当に体調次第ではあるんですけど見てるので、はい、4本一気に抜くので何とも想像ができないんですけど、まあめちゃめちゃ怖いとしかわかんないんですよねなんでまあシャル、島村シャルロットでツイート、もしくはまあシャルちゃんでエゴさせてれば見てると思っていただければ、反応はちょっとね、変に反応するとみんなになんかはっって心配かけてしまうので、はい、一気に抜くの、そうです、一気に抜くのでちょっとお休みしますはい、一応一気です。いやもう怖い思いは一度でいいかなっていうので思っておりますので、はい、まあ多分今日の夜には確実に、ご連絡すると思いますので、はい、よろしくお願いしますはあ、まあいいや、今日の22時に喋ります全部は読まれは吐きませんシャル。はい、ということで、よかったら右下のハッシュタグシャルの羊でツイートしていただきますと、いいねしに行きますので、よかったらツイートお願いします。で、一部ですね、ちょっと今日編集したい、今日の今の配信編集したいので、ちょっとお待ちいただければと思います。それでは皆さん午後からも頑張ってください。おつしゃれでした。バイバーイ。